ロックマイクズ3ブラック、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、秋葉原エリアで待ってるそうなので、どこだろうね。もうしらみつぶしに行くしかないのかな。とりあえずまあ進んで行ってみましょうか。わかりやすいとこにいそうな気はするんだけどな。とりあえずスクエアの方行ってみるか。スクエア行けばなんかわかるんじゃないかな。今度は病院が狙われたんだってな。クソ、こうなったら一度もワールド3の野望を止めてやる。いや本当に病院狙うの最悪すぎるよな。病院が狙いというよりはって感じだけど、今から考えると動物園で起こった事件もワールド3だったのかな。え、その通りなの？いつの話してんだ。ショックウェブ J、 とりあえずスクエアの方に行ってみよう。ワーツマン、はい、トリプルデリート。でここに行くと、誰が呼んでたんだろう。動物園病院と来たから次はどっかな。あ、いや別に怒らないことに越したことはないんだけどね。いや君は僕のおまけボルダを使ってみない？かなり弱い。いや、いりません。激弱ボルダを誰かに使ってほしかったんだけど仕方ないよね。激弱だし。激弱ね。結局、秋葉原エリアに悪すぎ現れなかったな。少し、肩透かしを食らった気分だが、まあ、よしとしよう。あれか？僕、学校の守衛ナミと友達なんだ。あいつ、いつもは弱いけど、案外涙もの、あ、怖いけどか。案外涙もないんだぜ。へぇー。守衛ナミね。どこなんだろう。お前か。僕にメールをくれた人ですか？ロックマンだね。はじめまして、N1 グランプリ見てたよ。君、なかなか強いね。予想通り、このナビは素晴らしいポテンシャルを持っているようだ。これなら、奴にでも。ね、何の用事ですか？科学省に日野健一って男が来てるだろ？日野健さんのことですか？ああ。彼には気をつけた方がいい。何か危険な匂いがする。危険な匂い？私の伝えたいことはそれだけだ。君とは近いうちにまた会うことになるだろう。さらば。お、ログアウトした。ねえ、あ、プラグアウトか。ログアウトじゃねえや。ねえ、ネット君、あの人誰だろう。全然覚えがねえな。あのナビの方が、ヒノケより断然怪しいっつの。それにヒノケは改心して真面目になったんだしさ。気にすることねえよ。そうだよね。とんな道かさ隠し場だな。さ、病院に行こうぜ。うん。プラグアウト。まあ、怪しいのは、怪しいし、絶対改心してないし。道。で、こっちだよね。病院、病院と。やっとくか。ヒールパニッシュ。盗まれたパネルの数だけ相手に天罰がかかる。あーこれなー、本当に敵選ぶからな。ハマる相手にはめちゃくちゃハマるんだろうけどな。エリアスチール使ってくる系のやつとかね。あれ、ここじゃないわ。あ、ネット君来てくれたんだね。ラスマ、俺、調子良さそうじゃねえか。うん、最近すごく気分がいいんだ。お医者さんももうすぐ退院できるって言ってくれてるんだよ。そうか、そりゃよかったな。これもみんなネット君のおかげだよ。よせやい、守りが頑張ったからだよ。ありがとう、ネット君。ね、この間のお礼にこれを受け取ってよ。何？ネットは、
WHP コードをゲットした。 WHP コード？ネト君、僕の命の恩人だよ。なんだ WHP コードって。キーアイテムかな。これか。病院の電脳2とインターネットをつなぐパスコードを書いたテキストファイル。へぇー。マモル君、調子良さそうだったね。そうだな。この分だともうすぐ退院できるんじゃないか。その時は何かお祝いをしなくちゃいけないね。お祝いか。ヒーローは忙しいな。ヒノケ、なんでここに。ちょいと頼みたいことがあってな。頼みたいこと？俺に？何なのさ。今日中に科学省のシステムにあるプログラムを組み込む仕事を任されたんだけど、俺まだ科学省の中はあんまり詳しくないからよ、ちょいと手伝ってほしいんだ。自分が任された仕事だろ。きっちり自分でこなすべきじゃんじゃないの。厳しいな。そうか、秋原町のヒーローも大したことねえんだな。命の恩人がこうやって頭下げに来てるってのに、そんな態度取るんだな。感謝されるのは好きだけど、感謝するのは嫌いってわけだ。ん？よし、やってろじゃん。これ騙されてるな。男、機械ネット、そこまで言われて黙ってるケチな野郎じゃねえぞ。仕事を手伝う代わりに、さっき助けてもらったことはチャラだからな。さすが、秋原町のヒーロー。きっとそう言ってくれると思ってたぜ。それじゃあ俺は準備してくるから、後でウイルス研究室に来てくれ。待ってるぜ。なんだか日野健さんの口車にうまく乗せられたような感じがするね。うっせえよ。あんなこと言われて黙ってられるかっての。さっさとウイルス研究室に行って仕事終わってしまおうぜ。嫌な予感がするな。もう一回やっとくか。そんないいやつ出ない気はするけどな。カースシールド2か。こういうガチャは全然しないのに、なんでソシャゲのガチャはいっぱいやっちゃうんだろうな。何が入ってるかわかんねえのも、あれ悪いよな。なんか、排出率とさ、出てくるチップをさ、書いてくれてたら、もうちょっとこう、なんだろう、ユーザーの社交心を煽るようにやってくれてたら、もうちょっと引くかもしんないけど、何出るかわかんないのに、チップ10枚を何回もできないよな。調べれば出てくるんだろうけどな。もう来てくれたから、機械ネット。それじゃあ、早速手伝ってもらおうかな。まずはこいつを、科学省1、エリア1にいるプログラムに組み込んできてほしいんだ。エリア1。エリア1って、どこだっけ？ここが2だから、こっちから行けば、あ、違うな。下降りちゃうもんな。こっちか。違うわ。あれ？とりあえずこいつを。やばい。OK。どっから行けばいいんだっけ。ナイトで行くか。あ、くそ。やっぱ前に来るよな。そりゃそうだよね。こっちか。こ、お前か。このデータ私に組み込むんですか。そんなこと、そんな予定聞いてませんけど。けど科学省の方がそう言われてるなら合ってるんでしょうね、多分。ならお預かりします。なんだか体がカッカしてきました。これ良くないんじゃねえの。行ってきたぜ。これでいいだろ。
おう、ご苦労さん。それじゃあ、ロビーの自販機だ。まだあるの？すぐ終わるからよ。ちゃっちゃと片付けちまおうぜ。さあ、行くぜ。いや、どう考えても悪いよな。へいへい。セーブしとこう。ロビーの自販機？こっちか。次は、こいつは、この自販機の中に、自販機の中にいるプログラムにこいつを組み込んできてくれ。頼んだぜ。いや、絶対罠だもん。罠っていうか、罠にもならんようなレベルだけど。兄さん兄さん、ちょっとギャンブルやってくれない？説明聞く。ルールは簡単だぜ。ゲームが始まったら床に何枚かのパネルを置くんだ。そしてそのパネルの中に一つだけ正解のパネルが隠れてるんだ。正解だと思うパネルに金をかけて、予想が当たれば賭けが2倍になるんだ。お、やるか。マッチ100銭、はい。こっち。はい。オッケー。このまま次の勝負に挑むか。はい。ここ。はい。持ち。いや。もう一回こっち。落ちるのか。残念でした。持ちやるかい。二度とやるか。なら用はない。怖え。レギュラップ2。お。エビマヨマヨ、エビマヨ。よし。これで。はい。よし。ほいほい。どこだ？いた。このデータはもしかしてあっち。ホットドリンクを冷たく作るためのデータですね。僕もちょうどホットコーヒーを作ろうと思ってたところなんです。けど思ってたより早いですね。ま、寒い季節に備えて先に準備しておくことは大切ですね。それじゃあ受け取ります。ヒートレートを体に組み込んだ。フォー！これちょっと暑すぎやしませんか？ダメな気がする。渡す日の剣。よし、次行くぜ、次によ。まだあんのかよ。まあそういうなって。次で終わりだからよ。次はお前の親さんの剣術だ。早く来いよな。めんどくせえな。絶対なんかあるんだよな。でも普通に入り込めてるのかな。これで最後だ。このデータをコンピューターの中にいるプログラムに組み込んできてくれ。よろしく頼むぜ。フレームデータ。さっきより熱そうじゃねえか。プラグイン6枚くぜ、トランスミッション。いた。こんな忙しい時に何の用事ですか？私はクタクタで、誰とも話したくないんです。私にこのデータを？そんなこと、予定にありませんが、見たところ、相当熱い炎のようなデータですね。これ私の体に組み込めば、もしかしたら、お灸のように疲れが取れるかもしれませんね。疲れっていう概念がさ、その、プログラムにあんのが、そもそも、ダメなんじゃないの？よし、物は試しです。早速組み込んでみましょう。プログラム君はフレームデータを体に組み込んだ。あちゃー、これは、効きますね。これだけ熱ければ、使えなんで一気に飛んでいくでしょう。熱っ！よし、これで終わりだ。助かったぜ、光ネットよ。これはほんの気持ちだ。取っといてくれよな。マドルシップマグマステージ T を取り出した。別にね、なんていらないよ。これで、助かりなしだからな。別に、本を着せようだなんて、これっぽっちも落ちねえよ。ほんの気持ちなんだからよ。それでも何か俺の彼女の心を踏みにじろうってのかい？そこまで言ってないだろ。じゃあ、ありがたくもらっとくよ。それじゃ、俺たちは帰るぜ。ああ、助かったぜ。俺はもう一仕事あるから、それじゃあ。さて始めるか。これ騙されてんのがもう、おへん。ま、
まあ、科学省がもう騙されてる時点でみたいなところはあるよね。別にネットがやらなくても多分大変なことになるでしょう。それをネットが手伝っただけだもんね。ただそれだけよ。よし、ただいま。犯罪行為に加担してきたぜ、ママ。今日の晩ご飯はとんかつよ。ご飯の支度ができるまで宿題やっちゃいなさい。カツ丼食べたいな、とんかつ。ネットが家に帰った時、各所は大変な事態に陥ろうとしていた。にしても、今日は妙に暑くないですか？エアコンの調子でも悪いんでしょうかね。なんだ、なんだ？故障かな？あた！この自販機ものすごい熱を出してますよ。ちょっとプラグインして調べてみましょうかね。気をつけてくださいよ。火事だ！誰か！そっから熱出ることないだろ。熱い！何が起こったというのだ。早く逃げてください。突如コンピューターが原因不明の熱暴走を始めました。コンピューターから発生した熱はエアダクトに伝わり、化学省全体を包んでいます。このまま温度が上がり続ければ、コンピューターが爆発する恐れがあります。早く脱出しないと。熱暴走でコンピューターが爆発？そんなバカな。何か対処できないのかね。無理です。無理ですって。今はコンピューターにプラグインするどころか近づくことすらできません。なんということだ。このままでは化学省が壊滅してしまう。壊滅は、するか。するな。してしまうな。機械さん、もうダメです。早く避難しましょう。部屋の温度が50度を超えてます。コンピュータが火を吹きそうですよ。データが更新された形跡がある。これはコンピュータの故障なんかではない。何者かの手によってコンピュータが熱暴走を起こすように仕組まれたんだ。じゃあこれは事故なんかではなく、ああ、歴とした事件だ。君は早く避難しろ。しかし、ヒカリさんは、私はデータのバックアップを取る。科学省のシステムが破壊されれば日本中がめちゃめちゃになる。それだけは何としても避けねばならん。いやもう一箇所に集中させるシステムやめなさいよ。ここは私に任せ。さあ君は。君、私だって科学省の端くれです。科学省のために命を投げ出す覚悟ができています。ありがとう。しかしバックアップを取れるまで持つだろうか。機械さん、私たちもお手伝いします。人数が多い方が早く終わります。窓とかねえのかよこの部屋。君たちまで。よし、急ピッチで作業進めぞ。バックアップってそんな人数で変わるかな。メルダイネット君、緊急ニュース速報？大変だよネット君。どうかしたのか？メルダイを読むね。先ほど科学省内で火災が発生しました。現在、火の手は上がっていませんが、科学省内部の温度70度まで上昇している。死んじゃうよ。現在まで、十数人の職員が病院に運ばれた模様。嘘だろ。そんなはず。パパ。6番、科学省行くぞ。うん。はい。ということで、じゃあ次回、科学省行きましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。